礼拝堂と門中地図日本キリスト教団みなくち会は、滋賀県高架市みなくち町上等にある日本、キリスト教団に属する教会。1883年頃に初めて、キリスト教の講演会が始まり、1890年に、旧みなくち藩士らを中心に、日本組合キリスト教会、水口講義所が開設された。1921年に大見ミッションから、 牧師の派遣を受けたことからウィリアム・メレル・ボーリーズと関わるようになり、新たに取得した旧港地城内の土地に1930年に、ボーリーズの設計により礼拝堂、門中、牧師館が建てられた。礼拝堂と門中が国の登録有形文化財に登録されている。1937年に日本キリスト教団港地教会付属幼稚園が開設された。AB 水口教会の歩み。日本キリスト教団水口教会。2019年11月4日閲覧。AB 高賀市大発刊高賀市辞典。高賀市、P387-AB。日本キリスト教団水口教会礼拝堂。文化庁。2019年11月4日閲覧。AB。日本キリスト教団水口教会門中。文化庁。 2019年11月4日閲覧、ありがとうございます。